練習コンサートもね、あるしね。どんどん、なんかだんだんね、戻ってきた感はありますけど。いやー、楽しみだねー。イエーイ。え、マシロパイセン来るしね。楽しみすぎる。楽しみ。やばいね。最高のコンサートにできるよう準備したいと思うので、皆さんぜひお楽しみにしててください。確かに今日パイセン なんかみんなパイセンパイセン呼んでてさ、面白いんだけど。誕生日やん。さっきドボンしててさ、あっと思ってたもん。おめでとう。すっかり大人になって もうさ、エイトの娘なんよ。チームエイトの、みんな我が子みたいな。ウケる。しかもみんなパイセン言うてるの面白いわ。かわいいです。さっき緊急配信で下尾さんが夢見える宣伝してくれす。え、嘘でしょ？どんな、そんな宣伝するタイミングあったんですか？私配信見れなくて。マジ？え、めっちゃありがたいんだけど。この前チーム A の公演でもさ、目撃者公演。なんか MC で ちょっと宣伝させていただいたんですけど。その時も「いいなよ」って言ってくれたから、 MC 話す時に「あやねちゃんが産んだらしいよ ああましろちゃん すぐ産むやん ああ夢見るでユニットをやってほしいって。なるほど。へえ、確かにやりたい。3人でやったことないからね。あんまり3人で1人になることないし、どうなんだろう、ユニットで。え、嬉しい。優しすぎて泣けそう 神やん、神やん。神だね。もう神だよ。3人でやりたいな。聞いてたかな、その配信。いや、見てたよね。みんな、スタッフの方とか聞いてたかな。ぜひ、3人でユニットを。スタッフの方々、聞いてたかな。うーん。痛いな。やるとしたら何だろうね。多分3人って意外とある、あるからね。あるよね。いいね。天国やろ。もう言うと思ったやん。怖いよね。絶対嫌だけどね。もうめっちゃゴリゴリに可愛い曲やりたいけどね。か、もうめっちゃかっこいい。いや、どうだろうな。うん。なんだろう、3人のイメージって 天国野郎みたいなさ、雰囲気やん、3人。3人と言ったらどんな感じだろうって言うけど、まさに天国野郎みたいな3人やん。やだな アイドル曲って感じじゃなくない？お乳の上向き もうアイドル曲だね、まさに 天使の尻尾 やばいすぎる、最高。いいね、逆にね、逆に。あ、キャンディーめっちゃいい 天国野郎っぽい3人だけど、もうあえてめちゃめちゃ可愛い曲ね 天使の尻尾やばい。
でも天使の尻尾やったな私。埼玉スーパーアリーナで可愛いよね。なんだろう、3人でどんなイメージなんだろう。皆さんから見ても天国野郎っぽいですかね。でもさ、ミサもハツも可愛い系どうなんだろう。可愛い系って感じでもない気がする。可愛い系かどうだろう。どっちかというとかっこいい曲なイメージ。いやでもミスターとか何気にアイドルだからなアイドルだから。キャンディー、キャンディー私2回くらいやったことあるんですけどね、めっちゃ好きあの曲。でジッパーなんか久しぶりに聞いたらジッパージッパー、あーマリアね、確かにやってるからね。確かにマリアっぽくない、なんかキャンディーやめっちゃでも、ね、2回やった新潟チームメイトの新潟ツアーと、あとあのねキューティーとかキューティーのコンサートでやりました。いやぜひやりたいですね。分かんない、もう今回はユニットとか決まっちゃってるかもしんないけど、もう瀬戸りいつかね叶えたい夢ですね。まさにと一緒にユニでもいいね。天国野郎やったしね、この前あのエイトのコンサートで。こうでしょ、懐かしいその日にやる予定だったやつと同じ瀬戸り、全く同じじゃないんじゃないかな全然分かんなくて、まだ来てん、まだ分かんなくてメンバーも瀬戸りどうなんだろうそう、旅館の天国野郎もう懐かしいわ。もうネイルがめっちゃ剥がれてきた。そういえば夢見るの
ツイッターアカウントあるじゃないですか。みんなフォローしてるでしょ。してるでしょ。で、コーティングした。ん？トップコートしたした。でも結構もうね剥がれてきちゃった。え、頑張ってるよね。結構頑張ってる。割と。12月になったら買えます。そうそう。で、ゆみみるのツイッターアカウントみんなフォローしてるでしょ？で、昨日ツイートしたツイートがあるんですけど、そのそちらにコメントくださったら、あのできるだけみんなで3人でね返信していこうという企画をやっておりますので、ぜひ皆さんねコメントくださったらね嬉しいなと思いますから、そのついでにチャンネル登録もねぜひしてない方はぜひしていただいて、動画なんかも見ていただいて、でなんか拡散とかしてくれたら嬉しいなっていう感じです。ありがとう。ありがとう。よろしくです。8000人をね目標として掲げているので、拡散もしたよ。ありがとう。優しいね、みんな優しい。本当にこんなしつこく、なんか しつこいくらい言ってるけど、そうですね、私たちもちょっと動画があのねもうそろそろアップされると思うんですけど、 そうですね、今今まだそうなんですよ、まだまだなので、ちょっと動画をねそろそろ上げないと、動画がまずちょっと上げてなさすぎるからね、どうしたらいいかな、まず動画をいっぱい上げるのと、頻度を上げないとね。そう、今ねお願いしてるところなので、動画はもうすぐねアップされると思います。まもなくね、まもなく。まあ、目標、それを目標に頑張って、まあ、楽しく皆さんにお届けできたらなと思います。まあ地道にだよね、まあ、あとは SNS うまく活用してたくさん広めていけたらなと思います。ぜひ、そうだね、編集頑張んないとね。オフショットとかもねツイッターアカウントでいっぱい上げていこうと思ってるので、楽しみに。ね、踊る動画あげたい。ネモハも早く踊りたいですね。3人が揃ったらすぐ撮ります。そうね、まあでも今日、私昨日今日と早起き成功してるんで早寝早起き、昨日もちゃんと
日付変わる前に寝ました。素晴らしい。もうね、すごすぎて、もう完全に治ったね。もう信じられんね、いい調子。そうだね。まあでも分かんないね、今スケジュール的にあれだけど、まあまあまあ偉いです、自分を褒めたたえたい。でも今日の朝は6時に起きたんですけど、もうびっくりするくらい寒すぎて、えってなって、布団から全然本当に出れなくって、で気づいたらもう6時半くらいだったので、勢いでバーって布団から出ました。寒すぎた。まあ朝早いっていうのもあるけど、やばくない？寒いよね朝。まあ、朝じゃなくてももう寒いけどさ、びっくりしたもん。あ、布団から出れないわって思った。うわーってなって気合で起きましたね。やっぱりそうなんですよ、睡眠なんかわかるもんね、お肌とかさ、なんかこんなにやっぱ睡眠って大事なんだなって思いますね。なんか寝てない時はさ、別に何だろう、何て言う、何だろう、やっぱこうやってちゃんと早寝早起きするようになると、あ、やっぱこんだけ関係するんだなって実感します。あ、エアコンね、やっぱりすぐつけるの。確かにそうですよね、もうつけてるみんな暖房とかさ。私はちょっと12月になったら考えようかな。変なプライド、11月はまだ暖房つけんというね。時間、そうだよね、やっぱ大事なんだなって思います。睡眠時間というより時間帯ね、こんなに、うん、すぐ出る。私睡眠とか食生活とか肌に出やすすぎて、やっぱ違うんだなって思います。なんかね、張りが張りがあるもん。嬉しい。あー、布団ね、私も毛布1枚です。まだあったかい布団も1枚出そうかと思ってるけど、それもまだね、出してないです。20日から成長ホルモンが、今いっぱい寝てるから身長もうちょっと伸びるかな。身長うん、肌にめっちゃ関係するからね。いや、なんか違うんだよね、張りが、なんかね、なんか弾力がなんか出た感じがする。気のせいかな、勘違い。まあでも早く寝るに越したことないですからね。大丈夫、風邪ひかないです、それは大丈夫。って言ってる人は風邪ひいたりするんだろうな。でも大丈夫です、風邪ひかないんですよね基本。調子乗ってる。
身長ね伸びるかな。さすがですわ、素晴らしい、 いいですね。うん、全部で髪の長さね違うよ。え、いやそんなことはないですよ。バカ野郎。こんなになっちゃったし、なんだろう、え、そんなことないですよ。なんかそんなことは、え、伸びるんだ長さが、多分癖、え、なんかそんな気がしてくるやん、そんな言われたら。伸びる速さが違う的な。いやいや、そんなことはないですね。見て、なんかこうやってしたら、あ、フィスもう撮影してたんやね。うん、もうねしたよ前、結構前、写真少し出てましたね。もうすぐだね。だってもうすぐじゃない？早いね。え、11月って何日まである？ 30 までか。早っ、もう1週間もないか。11月、寂しいね。昨日より右側いいことになってるね。まとまってる？なんか日によってまとまりが違う。コンサート前にまた聞きたくなるんじゃない？それなそれなって。あ、お肌の撮影の時ですか？お肌の状態どうやった？普通だったかな？良くも悪くもなく普通でしたかね、多分ね。
9時頃ドボンでカレンちゃん対戦できました。6時頃だったか、しましたね。イエーイ。ドボンちょっと今度755とかで時間お知らせしてみんなとマッチングしたいな。しましょう。はめくってスタンプ。まだなんかさ、でもあれ出すタイミング難しいっていうの分かるわ。まだ一度も出せてない。あれを、あ、でもなんかあれを持ってる方がいたら、持ってる方がいて出してくださったら出すかもしれない。でもさ、なんか出せないわ、まだ。むずいね。どういうタイミングでみんな出してんの本人だから別にそんないつでもいいんだろうけど、適当に出せばいいんだろう。あー、カレンちゃんを人対戦すると出すよ。いいね確かに、どんどん出してきます。そうです、本人なのに。うん、スタンプ他は誰の使ってるの？うん、誰、あの、なんだっけ、光るんのやつ、光るんのやつね、思ってる。ゲーム始まりの挨拶みたいなです。おお、勉強になりますありがとうございます。なるほど。会いたいな。でもそのエイトのコンサートのリハとか始まったらみんなに会えるのが楽しみ。なんかメンバーとほんと最近会わなすぎてね、誰と会ってもおー久しぶりみたいな感じになるおーってなる。夢見る3人と当たる可能性、3人一緒にやってたら当たるかな。ヒカルンコスプレ配信してるみたい。そうなの？いいねいいね。やるとき75でね、ぜひ言います。やりましょう皆さん、その時は一緒に。ショールームでもね、やりたい、ね、対抗して何のコスプレやってるの。めっちゃ可愛いコスプレとか。いや逆にね、逆にツリーコスで面白いわ。
嬉しいね。いいね。いやー、てかなんかさ、1週間早くない？明日金曜日なんだよ、みんな。え、1週間早すぎて意味わかんないわ。意味わかんないわ。あっという間だね。毎日毎日。本当に一日一日早いわ。早いわ。確かに火曜日祝日だったもんね。早寝してると特に早く感じるんじゃない？確かにね、そうだね。でも朝早起き、ちょっと早起きするようになったから朝の時間はちょっと増えたけどね。私毎朝朝ドラ見てるんですけど、毎朝泣いちゃうんだよね。もう毎日朝から号泣しすぎて本当つらい。くらいもうね、ハマってるわ。うん、そう、早起きしたらさ、そう、一日なんか有意義なに使えた感じがしてね。おはぎ食べたくなる、わかる。そう、わかる、めっちゃわかる。え、泣けちゃうの。なんかさ、うん、今特に泣けるシーンなんですよ。泣け、うん、泣ける、もう本当に、うん、ねえ、いや、やばかった今日の。今日一番泣いたかもしれない。語りたいわ、みんなで。語りたい。確かに、なんか、9時に配信終わりますね。お話し会もうすぐなんだけど、お洋服何着ようかなって思ってるとこです。悩む。映画見に行きたいってか。
私月1ぐらいで映画見に行ってるんですけど、一人でしかも、ほんと定期的に映画館行かないといけない体になっちゃってるもん映画を見る時間が月に1回くらいは必要になっちゃってるんだ。で、服また買っちゃいそう。いっぱい買っちゃった。最近お洋服永遠に欲しくなっちゃう。おすすめの映画、今何があってる。でもあの老後の資金がありませんみたいなやつを、みたいなあれを見たくて、ずっと前から楽しみにしてたんですよ。他には何があってんだろう。映画が見たい。とにかく今日人からで天狼の距離を歌ったけど、あれで踊ったら終わりますでしょきついんすよ、きついんすよね、あれ。え、あれってまだ、え、やってないんかな、もうもう終わってる。え、でもそんな早くないくない。洋画全然見ないんだよね。でもね、うん、見始めたらハマりそうだけど。あ、昨日何食べた。確かに確かに、あ、見たいかも。ドラマちょっと見てたんですよ。そっか、その映画もあったか。見たいな。てか今アニメヒロアカを見てたんですけど、やっと最新話を今あとちょっと残してるとこまで見ました。あっという間だ。ね、長かったわ。でも長いかなかったけどね。ワールドトリガー見てない。見てない。知ってる、名前は知ってる。面白いですか。ちょっと次見るとしたら何見ようかなって思ってたんですよ。めっちゃ面白い。マジ？見たい。見よっかな。なんか全然アニメ詳しくないからさ、何がいいんだろうって悩むからね。おすすめされたのみたいじゃん。なんと約1時間後に光るんが、光ら、ペヤング激辛ペヤング何食べるのおもろあー、ペダル。YouTube 比較ね、激辛。
マジ。でもどうだろう、激辛、あでも3人ともいける、いける方かな、割と辛いの。私ちょっと食べましたけどね、最初の企画かな。え、めっちゃ辛いのそのペヤングマジ？逆に気になる。辛いの好きなの？え、どうなんだろう。でもなんか何でも食べるイメージ。呪術の劇場版の CM が YouTube で見える。マジ？ TikTok 見てる。え、そんなやばいんや。辛いというより痛い。うわ、食べた。いい逆に食べたくなる人。マジ？罰ゲームガチ。辛いの好きなんですよ、すごい得意。辛いの全然大丈夫ですってわけではないんだけど、辛い料理は好きなんですよ。気になるな。なんか誰かと食べたい、一緒に。それは一緒のものじゃなくて、誰かいてほしい。一人では食べたくない。誰かにそばにいてほしい、それを食べるとき。そう、一応食べれると。なんか感覚がなくなりそうだね、口の口の感覚がなくなりそう。関谷美さんは聞きから好きね、テレビで。ゆいゆいがさ、あの一緒に出させていただいた舞台の時質問してましたもん。辛い料理、なんかね、辛い料理ってたまに食べたくなるよね。私でも担々麺とかめっちゃ大好きです。辛い料理と言ったらなんだろう。辛い料理と言ったらなんだ。確かに、ヒカルにどうだ。どうだったか聞いてみよう。眠い。なんか正直すぎる。眠くなるの早くなった気がする。
確かに夢見るでちゃんと激辛チャレンジやってみたいですね。なんかただの激辛じゃなくてすぐなんかひねりたがるんですけど、私たちはただ激辛料理食べるだけじゃなくて、なんかね、一工夫加えた。誰が強いかな。でもみんな同じくらいだもん、本当に。お水を禁止。確かに激辛チャレンジ工夫。激辛食べながらルーマーもう地獄やなそれ地獄すぎるわ。逆に激甘チャレンジ、なるほどね。あんまみたいな、私弱そうだな一番ショート。え、でも甘いもの好きだけど、生クリームとかが無理なんです。ショートケーキ、なんかショートケーキドンみたいなだったら無理だかな。あでも激甘どれくらいなんだろう。ね、いい、弱いからね私。ひくみビーンズ懐かしいな、なんかいいね。嫌だけどまずいの当たりたくないけど、ギニガチャレンジ。センブリ茶とか飲んだことないか。飲んでみたいんですよ私、絶対強いと思うわ苦い系。謎の自信。激まるまるチャレンジ詰め込んでみた。もう罰ゲームや、罰ゲーム企画すぎるやん。めっちゃ体に悪そう。確かに、なんか辛い系はさまだなんかいいやん。甘いのは確かに悪そうだね体に。激辛激甘激酸っぱ、味覚バカになっちゃうよそいいね。でも多分もう味覚バカになっちゃうけど、もういいやばすぎてさ、次の日多分もう何も食べれると思う私。センブリ茶とかでちょっと浄化みたいな。しょっぱ。確かに公演の前日とかは絶対やっちゃダメな企画ですね。まだスケジュールに余裕があるだと日にやんないとダメな企画。公演の前日とかはもうほんとやっちゃいかんよ。公演中踊ってられん。
歌ってられんみたいな状態になっちゃうからね。やる日は考えなきゃいけないね。切るな。なんか番組の罰ゲームみたいなの詰め込みました。感すごい面白い。体を張るね。体を張るな。でも体張る系そんなやってなくない？今のとこ。まあ、なるべく体は張りたくないもんだけどね。でも3人が体張る系やったら絶対面白い。皆さん9時が過ぎたので終わります。配信ありがとう。みんな今日も楽しかったぜ。イエよし、ランキングを見ますね。13位ポムさん、ありがとうございます。12位おまめさん、ありがとうございます。11位ひがさん、ありがとうございます。10位とりおやじさん、ありがとうございます。9位ももかんさん、ありがとうございます。8位まさやさん、ありがとうございます。7位あまつかぜさん、ありがとうございます。6位ぬっしーさん、ありがとうございます。5位ひでとさん、ありがとうございます。4位タートシさん、ありがとうございます。3位バナナの謎はまだ謎なのバナナの謎はまだ謎などだぞ。んバナナの謎はまだ謎などバナナの謎はまだ謎などだぞ。ちょっと待ってください。バナナのバナナの謎はまだ謎謎だとダメだわ。バナナの謎はまだ謎謎だぞ。待って、謎なのだぞ、謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎謎って言っちゃうんだよね。謎謎だねちょっとバナナの謎はまだ謎なのだぞ。おー、バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。ありがとうございます。ねえイルカさん、ありがとうございます。1位はやちゃんさん、ありがとうございます。いやーいありがとうございました。ありがとう。じゃあまた明日ね。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。ありがとう。バイバイ。